ビーワヤマ一松亭ビーワヤマ一松亭は中国吉林省延辺町専属自治州ロン論ン市の郊外西3キロに位置する延辺を代表する観光地の一つ。かつてビーワヤマの中原に生えていた一本松がアズマのように見えたことから一松亭と呼ばれた。一松亭は人々に愛され毅然と立つその姿から論ン,ンや 不屈の民族精神を表すシンボルともなっていった。樹木がうっそうと茂る、ビーワ山一帯は、抗日運動家や共産党の活動場所だったこともあり、日本軍は1938年、射撃の的に使用、胡椒の粉を塗り、釘を打って枯れさせたと語り継がれている。一方、中韓国構成上下前の韓国では、一松亭の清掌は年老いて池どもで始まる、河極、 先駆者や、青山座と戦闘を描いた映画、一松帝の聖章は、などの影響もあり、満州の抗日独立運動の象徴としてその名が、広く知られていた。先駆者か非中間国交正常化を前後して、多くの韓国人が延編を訪問、歌曲、先駆者で歌われた、琵琶山にも足を運ぶようになり、韓国からの支援も受けながら、観光地としての整備が進んだ。 ロンチン市政府や社会団体等が松を復元するために1989年、90年、91年、2002年の計4回にわたり、松を植えたものの、枯れたり何者かに切られるなど失敗。2003年3月、ロンチン市と3.13記念作業会が、樹齢20年余りの松を植え、移植に成功した。また、1923年に混流。 エンペンが共産化した頃に破壊された龍玉寺もふもとに再建された。歌曲、先駆者は、韓国人の抗日独立運動に対するロマンチシズムを刺激、BY 山一松邸の名を建国後の韓国で広めるのに大きな役割を果たしたが、作詞した委員会坂と作曲した蝶都南の新日業績が明らかになる中、韓国人が混流した可否が、 地元政府に削られるなどしている。2021年5月7日、ー和山のガラス歩道は暴風にあった。一部のガラスは脱落したため、観光客一人は取り残された。ありがとうございます。